Peggy 7. さて、最初に Wii U が皆さんのお手元に届いたことをより具体的に想像していただけるように、この場で Wii U プレミアムセットの箱を実際に開封してみたいと思います。公式フライング開封の儀とでも呼ばれるんでしょうかね。実は私もこうやって製品の箱を開けてみるのは初めてです。それでは Wii U プレミアムセット開封の儀を始めます。よろしくお願いします。 Wii U プレミアムセットの箱です。持つとずっしりと重いですね。重さ 4.25 キロあるそうです。 Wii は 3.67 キログラムだったそうですから、 Wii の時よりちょっと重く感じます。では開けていきます。硬いですね。そうですね、ちょっと手袋します。白い手袋とかするとちょっとマリオみたいですけど、中は2段になってますね。ではまず本体、丁寧に梱包されてますね。はい、出てきました。 Wii 本体です。では次にゲームパッドですね。Wii ゲームパッドです。では上の段の方をちょっと見ていきましょう。まず大きい AC アダプターがあります。私も初めて開けますんで段取りがよく分かっています。はい、こちらです。本体につないで使います。次に小さい AC アダプターがあります。こちらは Wii U ゲームパッドにつないで使いますですね。説明書、それからドラゴンクエストの Wii U ベータテスト登録証なんかもありますね。これは Wii U 本体を縦置きするために使う縦置きスタンドですね。はい、なんか通販番組みたいですね。ちょっと縦に置いてみましょうか。ここにはめて、ここにはめると、これはプレミアムセットだけについております。次に HDMI ケーブル。これ買うと意外と高いんですよね。標準でついております。ますます通販番組みたいですね。続きまして、Wii U ゲームパッドの充電スタンドです。これ後ろに AC アダプター挿す場所がついていて、そして、Wii U ゲームパッドを置いていただくと、これで充電ができるようになっています。そして最後にもう一つ、 Wii U ゲームパッドプレイスタンドっていうのがついてます。これは置いていただくのは、充電するのにこうゲームパッドを置いておいていただく場所で、これは手元にゲームパッドを持ってきて手元でプレイするときに使います。だからプレイスタンドなんですね。
プレイスタンドにも載せてみましょうか。あ、違うな、こうですね、失礼しました、初めてですから。はい、どうもあんまり綺麗に開けられませんでしたけれども、ご容赦ください。以上で開封の儀を終わります。ありがとうございました。